はい、今回の企画はですね、はい、なんとなんと、はい、なんとなんと、はい、なんとなんと、はい、ちっちゃい頃の写真を見て誰だろうなゲーム。これはですね、自分のちっちゃい頃のプリティでキュートでプリチーな写真を持ってきてもらいました皆さん、はいはい、で、今手元はシャッフルしています、はい、誰のか分かりません。誰のか分かりません。見てないんです。メンバーも見てません、はい、私も見ておりません。絶対みんな可愛いやん、ね、ということで、ティアランズの子もね、実際写真を見てみて、あ、この子何々ちゃんかなっていう風に一緒に予想して楽しんでもらいたいなと思います。はい、はい、はい。ティアラチャンネル。それじゃあレッツゴー。じゃあどうしようかな。じゃあ誰から、ね、そうね、じゃあマイカからいこうか。マイカちゃんから、はい。じゃあまず一人目。お、一人目。Open the picture。じゃん。おお。可愛い。誰誰？どこ向いてるんだろう。どこ向いてる？リナちゃん。誰だ？誰だろう。可愛いね。誰？にっこり。髪の毛少ないよね。いやいや、生まれたばかりなんじゃない。可愛い。目が揃ってる。すっごい笑顔だね。ゆなちゃん、誰だ？にっこり。こっち見て。にこって、この顔して。あ、でも。あ、でも。わかんない。難しい。わかった人いるかな？いるかな？ティアランズでわかった子いるかな？いるかな？色が白い。うん。誰だ？ゆなちゃん。じゃ、ちょっと、わかりにくいので、もう一枚いきましょうか。はい。これだ。オープンズ、プリクチュー。これ同じ人。あー、わかった、わかった。てかさ、めっちゃ可愛くない？可愛すぎじゃないね。誰誰だろう。さあ、もうね、もうみんなもこの写真を見ればお分かりだと思いますけど、ボート整ってない？これは誰ですか？はい、アリサです。アリサです。もう顔がそう、あれよ、変わった。あ、ごめん。ねえ、もう全く一緒。へえ、もう顔が出来上がってるもんね。でもちょっと気になるんだけど、もう一回写真出して。なんか真ん中にちょこんとひょっこり話してるのがいるんですけど。え、あ、これさ、あのね、あれだよね、なんでこの洋服着たのかなって思うんだけど、このね、かわいいね、この下にスティッチひょっこりなの。もうなんかファッションセンスって思った。え、この頃はスティッチが好きだったとか、いや、そういうわけじゃない。行ってきます。ババー、そこにあった洋服をパパって着るような感じ。いや、記憶がない。記憶がない。可愛いって。なんかね、多分お母さんが用意したのかな。いや、わかんない、わかんない、わかんない。なんか、あ、わかった。本当はスティッチを着ていったとして、うん、寒かったから羽織ったとか。そしたらたまたまひょっこりはになったっていうね。わかんないの、それは。じゃあ、一人目はアリサでした。はい、ティアランズの子はわかったかな。わかったかな。2枚目はさすがにわかるかな。1枚目でわかった人すごいね。うん、すごいね。じゃあ、二人目。じゃあ、次どうぞ。誰だろう、誰だろう。はい、あ、わかった、わかった、わかった。これはね、ちょっとわかりやすいかな。これレベル1。わかった、かわいい。芦田愛菜ちゃんに似てない。確かに、芦田愛菜だよ。なんか飛行機から降りてきて、いや、みたいな。いや、偉い人みたい。キャリアペンダント。あ、ペンダント。周りこれは分かりやすいかな。近い近い近い。かわいいね。え、お前、はい、じゃあもうみんな多分分かったと思うんだけど、2枚目いこうか。2枚目もね、2枚目、はい、みんな同じ。気になる、気になる。かわいい。え、かわいい。もうやっぱり芦田愛菜ちゃんに似とる。このね、ピースの角度。このね、分かってるよ。そして大きなみかん。それは気になるんだね。お目目じゃないのね。大きなみかん。わかった。ということで、わかったかな？目が大きい。わかったかな？こんなんだよ。いや、そりゃ怖いよ。こぼれるが。じゃあ、正解は？正解は、せーの。はい！みなでした。かわいい。いや、多分これ手
降ってるんだと思うよ。あ、雨降ってるの。しかも上から目線やもんね。そう私を見てんのか見ろ見ろ。へえ、リナもやっぱり顔が出来上がってるね。可愛、うん、い。しかも このピースのやり方ね、ピースの角度そして大きなみかん、うん、これリナも覚えてる。音楽会かな、うん、多分このみかんの、みかんダンス、劇くるくるくるちょっと覚えてる、その当時のダンスとか。覚えてない、記憶にない。さすがのりなちゃんでも分かった。なんかね、前ちっちゃい頃にね、ダンゴムシのダンゴムシって出たっていう。なんかダンゴムシの歌、なんかダンゴムシダンゴムシってやってたって。いや、多分それじゃないと思うけど。でもね、でもね、この服着たのは覚えてない。覚えてないか。似合ってる、かわいい似合ってるやん。このさ、この当時幼稚園りな。いや、うん、似合ってる。幼稚園、なんかさ、この時にさ、好きだった食べ物とか覚えてる？みかん。やっぱみかんか。食いすぎて腹がみかんになっちまった。やばいよ。オレンジ色やん。この時好きな食べ物なかったっけ？牛丼？うどんとか？けど、なんだろう。ラーメン？ちゃんぽん？ちゃんぽん？ちゃんぽん？多分みかんとかかな。あ、やっぱみかん？これさ、みかんって見てないの？ハマってたこととか覚えてる？ちっちゃい頃。やっぱリカちゃん。やっぱ今でもやけどリカちゃん。リカちゃん人形。へえ。てかさ、これさ、めっちゃ着こなしてるじゃん。ね。みかんをね。それは先生がこうやってくれたんだと思うけど。先生センスいいですね。こんなに大きくなりました。はい、大きくなったよ。そのまんま。よかったね。このままで。そのまんまだね。じゃあ、三人目。はい。三人目。これですね。じゃあ行きます。じゃん、反対に行くよ。はい、ドラえもんドラえもんめっちゃ笑顔。この子かわいい。かわいい。え、わかんないんだけどこれ。でもポーズが、まあでもさ、この洋服、あ、お姫様系。誰だ誰だ誰だろう。清楚な感じ。誰だろう。あとね、あとね、この顔とこのポニテ、ツインテール。でもちょっとこっちを見る。ねえ、あーもうちょっと誰だろう誰だろう。あとね、こういう演技誰だろう誰だろう、お読みですけどね。じゃあ2回目も行くよ。分かってると思うけどね。多分もう分かると思うけど。かわいい。おー、恥ずかしい。あ、誰食べたんだろう。せんと言った人は誰だ。あれ誰だろう。下手くそか。何か食べたんだね。え、アイスじゃない？あ、後ろ回りにすごい出てる。雲食ったんじゃないかな、雲。後ろ回りかな。虫食べたんかな。かわいい。もうね、お分かりだと思いますが、このお写真はください。マイカでした。ずっとマイカちゃんが誰だろう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 。このダブルピースね、ダブルピース。こう小顔効果を狙ったダブルピース。さすがマイカ様やん。え、でも もうこの時点で小顔だから。ドラえもんの顔ってさ、もう同じだ。同じ顔。もう3人ドラえもんがいるみたいな感じ。そうですか。じゃあね、もう残りはね、はい、わかりますね。でもね、思いますけども、見てみたい。ちょっとね、さっきチラッて見たんだけど、おもろな写真だったんですよ。おもろな。早く見せないで、早く。それを先に、それを先に行きましょうか。え、どっち行こう。まあ、答えはね、分かってると思うんですけど、はい、一緒に楽しみましょう。どっちだろう、ちょっと見て。あー、こっちね。じゃあ、どうぞ。え、行きます。はい、じゃーん。どうしてこうなった。なんでこうなったの。ママのお姉ちゃんが顔によく描いてくれたと、こういう面白い風景。どうせなら可愛くメイクしてくれればいいのに。もういたずらだよね。なんでおでこいのって感じ。面白くしてって言ったら、こんな感じで。あ、自分から面白くしてって。もうこの時から。あ、この時からネタキャラとしてね。おー、さすが。はい。自分の顔見て笑いよったけど。けどこれも可愛い。でも今と変わらんやね。そう？うん。くらめ。じゃあ、これあれだよね。目つぶったら目が現れる。あー、目が。そういうことか。これ何歳ぐらい？保育園の年長。年長さんか。あ、3歳ぐらい。体操服着てるね。運動会みたいな感じ。運動会の直前でこれで走るよ。こっちから見たらさ、あの的当てからピョコって顔が出てる人に見えたけど。あー。
わかる、うん、ちょっと下が白い毛、うん、これからこうやってね、こうやってね。じゃあちょっとね、おもろな写真なんで、次はプリティーな写真をね。はい、ではあるんですね、それもね、はい、多分あると思いますよ。いきます、バーン。じゃん、かわいい、かわいい。え、これそのままじゃない？うん、変わってない、変わってない。あ、変わってない、お母さんなのかな。いやいや、お母さんじゃないよ。いや、もう子供の年で、その年で、子供の年じゃった。へえ、これはやっぱ分かるね、見たら、うん、このね、この向き、かわいい。こっちでは分かんないかもしれない。首が痛いのかな。グッて分からない。 HKK 細くですね。あー、なるほどね。おー、さすが、さすがファッションモデル。ティアラチャンネルということで、ティアラズの子たちは誰か分かったかな？ちょっと簡単やったかな。うんうん、え、でも分かんなかったのはね、誰？アリサちゃんの。アリサちゃん。一枚目やっぱ。うん、これやったっけ？そう。でこれが分かるね。うん、これだね。これ。それが全然。それが可愛い。低かった。うん、全然違う。かわいそうに。ね。ね、これからみんなどんな大人になっていくんでしょう ね。この未来の写真も欲しいね、うん、おー、未来の写真ね、うん、未来。でもさ、未来って知らん方が楽しい。あれは今度さ、ね、未来の顔を描いてみよう。あ、自分たちで。オッケー、面白そう。どういうこと。めちゃめちゃ可愛く描くっていう。そう、めっちゃ可愛く描く。じゃあ互いに描き合おうか。はい、ね、そうですね。じゃあそういう企画もしたいと思います。アリサちゃんは分かるかもしれない。絵の先生、マイカちゃん分かるよ。なんとなく分かるかもしれん。 あとね、あれさ、リナちゃんも分かるかも。ゆなちゃん、お笑い芸人にならないのね。はい、こんにちはって感じで撮っちゃう。はい、こんにちは。でも向いてるかもわからんな。あのね、最近出てきた二刀流ということでね。社長さんって出てるかもよ。え、身長こんにちは、社長です。みんなです。2人を2人て、うーないんかい。でもほら、ゆなはさ、最初大橋のぞみに似てるっていう風に言われたけど、今もどうなんかな。やっぱ似てるよね。似てる。ぬぽにょいさかなかなか。じゃあそれじゃあ、ゆなのぽにょの歌でエンディングを締めましょう。じゃあ、ゆなが歌いながらみんなで締めてください。はい、バックミュージックはゆなで、はい、BGM で。じゃあスタート。はい、じゃあ BGM スタート。ぽにょ、はい、今回はこれからは歌ってる、歌ってる、歌ってる。お願いします。もちゃん、ちょっと音量下げて、ちょっとね、はい、くるくる。あ、では、再び。じゃあ、ミュージック一回ね、お試し流してみるね。はい、ぽーにょ、ぽーにょ。あ、もうちょっと。ということで、今回は小さい頃の写真を見合いました。みんな、分かったかな。分かったかな。ぜひ、みんな分かった子。なんか BGM 壊れた。BGM が分かった。分かった子はコメント欄で教えて。バイバーイ。 バイバーイ。 BGM はグダグダ。ポニョポニョの女の子、青い海からやってきた。ポニョポニョの膨らんだ。ワン、ツー、スリー、ファ。女の子、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 ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。